FC 東京にはもちろん J リーグ全体を盛り上げてくれるようなパフォーマンスを期待したいですね。そうですね、今年は本当にこの夏以降、ディエゴ・オルベイラにはジャーメインがついています。レアンドロが入れてファーサイド、これは枠の左です。また森重、移動する時間が結構かかりすぎてるなっていう、テンポが出てこないですよね。はい、長友が背後で起点も作りました。オフサイドはないようです。安田悠斗狙ってきた、際どかったですね。また安田悠斗です。同じような角度、今度は預けます。阿部が引きつけて小川が上がってきました。下でつないでディアゴ・オルベイラ、強烈な左足、ディエゴの一発。反転から一瞬に左足を振りました。ポストに当ててるシュートがあったんですけど、今度はインステップですからね。ブロザーゼンとしてもやっぱり反応がやっぱり遅れましたよね。まあ、早川監督はまず出どころを潰したいと話していましたけれども、おっと、これはレアンドロ奪った。レアンドロ切り返し、打ってきた。まさにスナイパー、今度は右足、レアンドロです。まあ落ち着いてましたね。2人目も遠いですしね、はい、まあミスになった時点でやっぱりこう混乱するんですよね。スペースに出てきました安永、中入れて渡辺一馬の前でしたが、森重カット、ただマギーニを拾ってジャーメイン、まだ持ってます。ジャーメイン、畑野が弾いたボール、これはゴールキックに変わるようです。東が裏を狙っていました。さあ阿部シュート、阿部クリアボール、また FC 東京跳ね返します。青木でした。レアンドロからその青木、東が入れてディエゴ・オリベイラ、今度は頭、ヘディングで取りました。ディエゴ・オリベイラ、今日2ゴール。そうですね、1回マイナスのボールが来なかったので、でここから東が持ち直した瞬間にやっぱりスペース見つけて入ってきましたけど、ディエゴ・オリベイラ、長友が出てきます。アダ・ユートン、こぼれ球はディエゴ・オリベイラ、ブローダー戦です。新たに加わった2人には早くフィットしてほしいという思いがあるでしょうけれども、ね、レアンドロ、おディエゴ・オリベイラ、左使って安田悠斗、よく足が出ました。ブローダー戦、さあ長井が頑張ったことでボールを拾いました。渡辺龍馬、渡辺からレアンドロ、は引きつけて渡辺龍馬、ブローダー戦です。まだある、お拾ったわ、もう一度レアンドロ、これはゴールが認められました。今のはどうしましたかね。まあ、VAR チェックはもちろん入りますけれども、これどうなんですかね。あとね、袴田がハンドしたかっていうところを多分。今のはシュートですよね。横浜 FC も、まあ、1枚か2枚ぐらいは立った方がいいんじゃないかなとは思いましたが、誰も立たなかったですよね。さてゲームが終わりました。最終的には4対0というファイナルスコア。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification